今日はですね、文書通信交通滞在費、いわゆる文通費の改正法案提出スペシャルと、最初この初登院して一体何がまず起きたのか。現金の封筒で100万円と翌月の11月分の50万円、150万円が合わせて封筒に入って、これ池下さんも来てラッキーと。いや、まずは何の金かというのがわからないというのが分からない、そうですよね。はい、今日も維新で号が始まりました。よっしゃ。今日はですね、文書通信交通滞在費、いわゆる文通費の改正法案提出スペシャルということで、新しくですね、衆議院に中身加わりました池下卓議員にお越しいただきました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、まあ、今回ですね、我々この文通費、まあ、大きく話題になったこの文通費の、この改正、中身を改革しなければいけないということで、法案提出を、この収録が、水曜日の一昨日ですね、一昨日提出を、いたしました。その法案提出に、今回非公式ながらですね、チームを結成してですね、中身を検討してきた、その中心的な役割を担ったのが池下議員ということでですね、今日はよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。で、まあ、ちょっとね、最初から振り返っていきたいと思うんですけども、まあ、10月の30日に、31日に当選されてですね、はい、この文通費の問題というのが発覚したわけですけども、最初この初登院して一体何がまず起きたのかという、そのあたりからちょっと教えてほしいんですけども、はい、まず一番最初、文通費というお金なんですけども、はい、我々新人議員は口座がないですね、銀行口座がないので、当選したばっかりですからね、はい、ということでまずは現金の封筒で100万円と、そして翌月の11月分の50万円、前払いの50万円と150万円が合わせて封筒に入って、現生で議員会館の部屋にあるわけですか。部屋にやってきたんですね、ボンと。はい、これはびっくりしましたよね。池下さんも来てラッキーと。いや、まずは何の金かというのがわからないというのが、そうですよね。もう普通の一般の感覚からしたら全く意味がわからないお金だったので、ラッキーと思わないですよね。すいませんね。はいはい、何の金だろうと思って調べてみたら、この文通費だったということですね。そうなんです。で、これが要は100万円が、まあ、50万円は11月分の前払いとして、100万円は10月分だったわけですよね。そうですね。まあ、たった1日、まあ、10月31日の、当日、投開票日の1日だけだったので、まあ、これで100万円はあまりにもおかしい、だろうということで、まあ、声を上げさせてもらったという次第です。そうですよね。まあ、これ池下さんはじめ新人議員の方々は皆さん疑問に思って、だって当選した日ですもんね、まあ、万歳として、そうですね、まあ、8時に当確が出た人も4時間で、別に仕事をしてないわけなのに、ここに100万円出るということに疑問を覚えたと、はい、そのままちょっとたまたまこの小野さんがですね、はい、まあ、ちょっと代表してというか、こう書いたブログが、まあ、いわゆるバズるというか大きな評判になって、今回の問題がこう皆さんに伝わっていったわけですね。で、その中で池下さんがなぜ今回ちょっとこの文通費の改革チームに任命されたかというと、大阪の府議会での政務活動費の改革というのをこれまで主導して取りまとめてきたということで、大阪府議会ではこの文通費とちょっと似たようなものとして政務活動費という仕組みがあると思うんですけども、これをちょっとどう改革してきたかということを簡単に教えていただけると思うんですけども。そうですね、我々維新の会の府議会議員団、大阪府議会議員団の中でも、この政務活動費という問題は、かつて、非常に問題になりました、で、大阪の方では領収書はすべて、添付した上で、なおかつすべてインターネット上で公開していくと、まあ、もちろんこの税金で預かったお金ですので、どのようにして使われているのかということを、府民の皆さん、国民の皆さんにまずはしっかりと知っていただくということからスタート、改革をスタートさせてもらいました、そうですよね。まあ、地方議会にも政務活動費というですね、いわゆる経費のような当たり物があるんですが、これはまあ領収書公開をして、それ大阪府議はもうインターネットで公開もしていると、まあ、ところがこの国会のこの文書通信交通滞在費は領収書も添付義務がなければ、まあ何に使ってもいいと、使途も別に不明確で、皆さんが何に使っているかわからない、銀座の飲み食いに使ってるかもしれないと、まあ、こういう状況があるので、まあ、まずこの地方議会の厳しいやり方をベースにしたらいいかということで、まあ、議論を進めてきた、わけですけども、まあ、こちらがまあ池下チームが生まれて、まあ、法案提出に至ったんですが、最終的にどんな法案ができたかということを少しご説明お願いします。そうですね、大きな柱としては3つあります、はい、1つは、まあ、領収書は必ず添付していきましょうと、で2つ目が必ず公開をしていきましょう、そして100万円をいただいたんですけれども、残金が出た場合にはこれ返金、ここに返金をしていきたいというのがこの3本柱になってきます、そうですね、まあ、当然のことからやっぱりこの領収書を添付しないとまず何に使ってるかわからないわけですから、これをやると、でそしてまあ今回10月31日の1日で100万円もらっちゃいましたから、日割りにすればまあそういうことも起きないということで、そして余った分、まあ、余るかどうかはこれからね使い方次第ですけども、余った分返すということで、まあ、これに加えて今回少し補足
すると、まあ、国民民主党さんと今回我々は共同で法案提出しましたんで、まあ、国民民主党さんからこの10月分は遡って国庫に返納したいと、我々今後の返還義務というのは入れてたんですが、遡りというのは国民さんからの提案いただいて、まあ、この3本柱プラス1ということで4つの内容でおととい法案を提出させて、まあ、いただきました。ただまだこの場で終わりじゃないんですよね。今後もまだ党内議論でどんどんやっていくと思うんですが、今後の課題について少しお話をお願いします。そうですね、この文通費の問題についてるなんですけれども、何に使われているのか、その使用用途について、まあ、できるだけ明確化というものをしていきたいなというふうに考えています。でただ政務活動費、まあ、地方の議員さんの政務活動費よりもやはり国会議員といいますのは、まあ、全国動くわけですし、まあ、東京に滞在もするということなんで、もう少し幅を広く持たしながら、そして、政治団体の寄付に対してどうするのか、一度政治団体に寄付してしまうと国庫に返納ができなくなるという可能性もあります。でただ政治資金規正法の抵触する可能性もあるという指摘もあるので、まあ、そこら辺はこれからの議論にしていきたいと思っています。そうですね、我々はこれまで維新は自主公開ということで領収書は全党どこもやらないんですがやってきたんですが、法はちょっとね、自分の政治団体に一旦入れて、ちょっと政治団体は政治資金管理、政治資金規正法に、付しますから、全部後ほど全部1円単位で領収書公開されると、まあ、ところがこれがですね、まあ、自分で自分に寄付をすると、外形上この自分の政治団体に自分で寄付するので、まあ、セルフ領収書じゃないかというような指摘がこれまではされてきたと。別にやましいことはないんですけどね、まあ、あと何でしょうかね、まあ、いや混ざってしまうと、文通費100万入れて他のこう寄付とかで集めたお金と混ざってしまって、どれが文通費かわからないというのは問題がありましたんで、まあ、こうしたものをクリアにしていくために、まあ、今後、まあ、池下さんはじめとするメンバーも継続的議論をして、どこまでこの使用用途を明確化するのか、はい、そしてじゃあ資金の管理方法としては、何でしょう、独立会計でやるのか、ね、政治団体に入れてからやっぱりやった方がいいのか、まあ、こうしたことを今後検討していくと、はい、まあ、いうことですよね。はい、その通りです。はい、まあね、これだと、まあ、党改革 PT というのも、まあ、始まっていく、プロジェクトチームも始まっていくわけですけども、まあ、池下さん、ちょっと今回の件の感想として今後の意気込みのようなものを一つお願いします。はい、まあ、この文通費の問題に関しましては我々新人だけじゃなくて、これまで現職の議員だった皆さんも不思議に思われていたと思います。参議院の方でも法案の方かつて作成されたということがありますので、まあ、文通費というのはもうきっかけに過ぎません。まあ、大阪だけじゃなくてね、まあ、この国会でも本当に無駄なことっていうのがたくさんあるかと思いますので、はい、まあ、これから切り込んでいきたいと思います。そうですね、党内のプロジェクトチームの会議は、ね、オープンで公開討論会もやると、今ちょっと来た藤田文武幹事長がですね、ほんまですか、もうね、殴り合いお前らということでね、まあ、我が党の論客足立康さんとかですね、いろんなご意見がありますんでね、私以外にも優秀な新人はたくさんいますので、ね、論客がいますん で, 論客いますんでぜひ任せたいと思いますね。任せちゃダメですよ、池下さんがなんかね、足立さんが足立チームと池下チーム2つ作って、東軍西軍で関ヶ原の戦いやるんだ。勘弁してほしいですけどね、僕はね。なんでね、先頭に立つのは池下さんであると思う。いやいや、もう怖い怖い、もう、はい、ちょっと論点整理等についてはですね、昨日の政調会もフルオープンでやりましたし、また私や足立康氏、団政調会長のツイートとかでもですね、整理されてますので、ぜひそちらの方もご参照ください。ということで、今日はゲストとして池下拓衆議院議員に来ていただきました。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご覧の皆さんもぜひチャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。それではまた次回、さよなら、ありがとうございます。